日出勤するもんで、その動画撮るかなって。あ、遅刻？喧嘩が面白い。動画変わるよ、これ。これ変わっちゃうよ、これ。アウトー嘘、6時1分。マジか。はい、遅刻ーアウト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 ー完全アウトだな、お前。職人やめろ、こら。二人で撮る動画でもいいな、お前大変だな、私クソ寒い、ちょっと寒いもんな、びっくりした、もう3枚ぐらい来たり降りちゃった、焦ってる、おやだ、アラームです、何のこの時間なんだろう、何時だったの、58分です、6時待ち合わせだろう、だってはい、誰か来たかも、誰が来た、おはよう、おはよう、どの番号ここに乗ったの、あ、送ってもらったんです、誰に、あ、通り道なんで、あ、でも今日見送るってなったでしょ、見送るってなったそれも知らないです、あ、僕先に出たんで、いや、あの、レイの動画、レイが今日出勤するのでその動画撮るかなって、こいつが近く、喧嘩が面白い、動画変わるよ、これこれ変わっちゃうよ、これぶち切れ物入るよ、これ何分ないの、何時だ、もう6時です、あ、回ってるか、もう回ってます、ちょっと喧嘩してアウトー嘘、6時1分マジか、大都市君おはよう、はい、遅刻アウトはい、カメラ向かって、おはようございます、おはようございます、竹1分はいいんだ、海さんやまなくて、お疲れ様でした、あ、何言ってる、気で悪いの今日朝から、いや、寝てましたね、車で、あ、車になったもう45分くらいがずっといます、あ、本当、俺も来た時には車止まったもん、はい、今さーアウトーあーいや、しかもね、はい、これね、今日本当遅刻動画じゃないんだわ、はい、誰のせいで遅刻動画になったか知っとる、わかんないです、さりげなく来とるあいつ見ておい、みやアウトねえ、結構やってたし、ねえ、いいよいいよ、ええ、でもお前のせいでこれ遅刻動画になったんだ、東京おーすごいアウトおい、はい、お前邪魔したのか、わかんないです、あ、カンタいないかな、ハイエースってなってる、あ、来てるわ、今ハイエース健太郎、いや、もともと遅刻動画じゃないんだ、レイ撮る予定で来たんだわ、あれ、っていうかレイねえじゃん、ハイエースの時だから休み、え、いいのお前お前ちょっとお前何よ、お前ほんと YouTube はマジ使えんな、お前こないだ褒めたのでっかい、ちょマジでお前遅刻してる、聞くだろ普通、明日レイさんの動画撮りに行くよって、明日レイの動画撮りに行くよってなったわけだろ、今日お前謝れてますね、あれトラックに来てる、どこ行った、おう、おはようございます、あたーあたー、すいません、すいません、あ、何、トラック変えた、あ、そうです、なんで、仕事遅かったんか、昨日ミーティングで、なんだから遅刻していいってわけじゃないんだけどね、いや、故障者がいて、だから遅刻していい、普通の会社なんかお前雪とかではい、積雪でも遅刻したら遅刻なんだぞ、普通の会社なんか電車が遅れても遅刻なんだぞ、関係ねえ、トーマで来い、違う違う、もともと、違う違う、こいつがマジで無理だよ、お前バカ女か、このクソバカ、カセ、でも昨日はじゃあ明日朝遅刻動画撮りに行くかってなったから、昨日はいや、なってないでしょ、なったから、いや、朝は例の話ゆっくり聞けんかとか言ってたから、自分でも、ああ、これが、あ、じゃあ遅刻動画にするかって、そうそうそう、まあ、遅刻動画あったらマスでやってね、6時より前に来るから、だから電話したじゃん、翔くんと一緒の時間ぐらいになっちゃうからって、俺今忙しい、いいとこだからじゃあねとか言ってきたのに、あ、そう、ちょうど岡部がピューって来たのかな
化粧もしずに見送らなかんのかと思って車で化粧もしてなんだよ。だから分かっちゃうじゃん、ミオが言ったらそれ前日から分かっとることだ。何が何がじゃん、それ前日から分かっとることだろ、そんなこと迎えに行くの。ああえ、そうそうそう分かっとるよな。俺だろな、こいつじゃあ、まあ俺おとなげないかもしれんけどマジ思うよ、俺それ。そう、分かってんかったでしょって言い訳だけはしたい。完全アウトだろ、お前。じゃあ帰って、朝来て帰ろうか。え、リュウジさん、リュウジさん、リュウジさん、そう、やば10分だよ。え、それ以外は全員来てるの。多分おる、だってレイが休みなんだよ。あ、金橋来てねえよ。いや、いない、いない。あ、やめた、もうやめた、やめた、セットじゃないの。やめた。さあお前の足場は全然食か。やめてますね。お、あっちゃいつの出勤レイ休みです。レイ休み、タナシです。タナシはいないです。タナシはどこ行けたの。お前ちょっと彼女もまとめれん、職人もまとめれん。職人やめろこら。そうだろう。カメラこうやって謝れよ。ごめんなさい。ごめんなさい。お前のせいで謝ってる。仕事が一個増えてるわ。なんであれダメは。リュウジは。何やってんですかね。あ、来たんちゃう。来たんケスバットして帰るぞ。あ、どうやばいでしょ。じゃあ俺知ってる視聴者の皆さん、これ2枚もうシャツ重ね着だから俺。シャツ超寒いもん。マジで岡部だけだな、勝負してんのかな。可愛い岡部だけだな。僕もちょっと事情があるんですよ。なんで。僕はあのずっと飲んでてドバで寝てました。車で帰りや。代行です。そこに止めてくれっつって。ああそこで寝てました。マジか。あ、昨日なんか女の子と遊ぶって言っとったもんな、お前。ってことはぶち込んだな。いや、それがぶち込めなかった。何やってんだお前、本当にカス。そんな怒られる。なんか言うことないか、人の顔見て。それね、それだけだよ、金属バットが火にしてじゃあ当たり前だろ、お前10分も遅刻しようって当たり前だろか、お前は偉いさんはパソコンの前に座ってこっちは10分も前に来とんのにこんな起きてねえし、バカ野郎岡部、行け。後輩から言いたいことあるの。いや、僕、本当今日たまたまない。大丈夫なんだ。どうしたマジか、気が済むなよ。運転じゃないよ。小島よ、運転危ないな。だだだだだ。どうなの？おかまだって。おかま。まあまあいいや。今日はまあじゃあ終わろうか。視聴者皆さん。はい。またたまたまねちょっとね、でちょっと本当こいつ本当なめとんだね本当。レイの動画撮るレイもいないんだ今日。休みって休みって言われた。じゃあ昨日の夜撮る予定あった。それがなくなった。とりあえずまあまあ遅刻動画って俺も言ったよって言ったの。そうじゃあ朝みんなに話聞けんよなって言っとったから、あ確かに積み込みでバタバタしてるかもしれないねみたいな。まあ朝遅刻動画どうのこうのってなったから朝行くかってなって、あ遅刻動画に変更かと思って、うん、レイが休みなの聞こったんだよ。知らん。はい、じゃあ視聴者皆さん、今日はもうたまたまちょっとね、先ほどもなんかいろいろ話したんで、レイもちょっと戻ってきていろいろその動画撮ろうかなと思ってましたけど、はい、またちょっとね、次回他に撮る機会があると思います。じゃあ、あと足場の次第買い取りやってますんで、またね、ちょこちょこ声かけていただいてありがとうございます。また声かけてください。よろしくお願いします。はい、実習生。あ、実習生、あ実習生もやってます。はい、まあ、うちの実習生もこの間動画撮ったらね、ちょっと料理トゥーさん、ああ、寮。テイズの仕事も取ったし。ベトナムハウスに。うん、そうそう。まあ、うちだけがいいとか悪いとか、結構よそでもメインで自主で動いてるってあるじゃん。ね、本当にね、寮働いて、頑張ってくれる、ね、実習生。まあ、ぜひ、うちもやってますんで、相談だけでも、副理事のボスが、はい。対応してくれてるみたいなんで、ぜひ、全部動いてますんで、ぜひ、声かけてください。よろしくお願いします。はい、せーの。またね。